プラヤラロッパはこの計画の拠点付近。ジワタネホ計画はサイケデリック公衆施設でティモシー・ビアリーとリチャード・アルパートらによる非営利団体である内的自由のための国際連盟の参加の下、1960年代のカウンターカルチャーの幕開け期に彼らによって作られた目的共同体である。この共同体はメキシコ国ゲレーロ州のジワタネホを拠点とし、 1962年と1963年の夏にホテルカタリナに滞在した。リアリーとアルパートは1960年にジワタネホの街を見つけた。1962年のマーシュレイハイドの実験の後、公衆施設に適した場所だと判断した。共同体のアイデアはオレダス、ハクスリーの小説、島に影響を受けていた。 ジワたねほでのこの計画に参加することを望んで、数千人の人々が申し込んだ。殺到する応募者から、少数の人々が選ばれた。費用は、食べ物や完成なビーチの近くのバンガローでの宿泊が、含まれて、一人1ヶ月200ドルかかった。漁師は、浜から、新鮮な魚を提供した。 1962年の初の講習会では、リアリーと35人の招待客が1ヶ月の間、ホテルカタリナを借り、LSD セッションの指南書である、チベット支社の書サイケデリックバージョンの独自版を用いた。ラルフ・メツナーとリチャード・アルパートが、人々の管理を手伝った。集団 LSD セッションは、朝から始まり、参加者によって100から500マイクログラムの量で、 液体の LSD を摂取した。その体験はいつも夕方まで続いた。メキシコのメディアが LSD の楽園について報道し始めると入国管理局はこの計画に密かに警告してきた。1963年の夏、6週間後にメキシコ当局は共同体を閉鎖した。当局は地渡根穂からこれらの人々を追い出し、チャーターした。 ダグラス DC-3 に登場させメキシコシティへと送った。ドミニカ国やアンティグア島に公衆施設を移動させる、試みも幾度も失敗した。1963年8月には裕福な支援者の助けを借り、リアリーらはニューヨーク州ミルブルックへと移動し、1968年までそこに滞在した。リアリーは1966年に発売された絶版の ターンオン、チューンイン、ドロップアウト、ティモシー・リアリー博士が LSD について語るにて珍しいこの計画について大々的に語っている。ありがとうございます。